どうも、山田暁です。オンラインの打ち合わせでしたことは忘れやすいってことないですかね。最近どうも物忘れが激しくなったなぁと思って、コロナってだいぶ年を取ったかとかいろいろ思ってたんですけど、 この中においてもあの事務所のスタッフと実際に会って打ち合わせをしたことっていうのは結構覚えてるんですよね。それで、ズームとかで打ち合わせしたことっていうのは全く覚えてないっていう,こう手がかりがない思い出そうと思っても全然手がかりがないみたいなことがよく起きていてこれは前からは分かってなかったですね。何かこの、 ズームでよく打ち合わせをするようになってから、じわじわと感じ始めたことです。皆さんはどうなんだろうな僕は最近それをよく感じてます。うちのスタッフに聞いたところ、そう、同じだっていうふうに言ってる人もいましたね。これなんでなのかなと思うんですけど、まあ、一つはやっぱ手がかりがないっていう、手触り感がないっていうのはあるでしょうね。その空気感というか、えー、具体的にどこであったのかとか。 会う場所とかが記憶にこびりついてないいですねいつも同じ席に座っていつも同じカメラに向かってマイクに向かって喋ってるというこのなんかこう変化のなさが条件が全然変わらないので,で画面に出てくる人が違って言ってることが違うだけだからそこの言っ,て言った内容に対してこ,うこびりついている他の情報が全部一緒なんですよね。 だからで見渡してみた時のこの変化とかね寒さとか暑さとかも全然変わらないので純粋に言われた言葉だけを記憶しなきゃいけなくなっちゃうんだけどどうも僕あんまりそれが得意じゃないようで純粋に言われた言葉だけとかはもう本当にすぐ忘れてっちゃうんだなってことがうんよくわかったっていうのが一つ。それから多分ですけど あの実際に打ち合わせ行く時とかは移動を伴いますよね移動して打ち合わせ場所まで行って打ち合わせ相手を待ったりあるいは待たせたり「すいませんすいません」せんなんて言ったりでこの移動している間にまずですね今日何の打ち合わせだったかなって考えますわね。 今日は何の打ち合わせするっつってたかなああ、そうだ、あの話だ、あの話だったな。あれについては何言っといたらよかったんだっけそうか、そうだ、そうだ、あの事例を紹介して、次回までにこういう資料を作ってきといてとかって言っとこうかな、今日は、とか思いながら打ち合わせの場に入るわけですね。では、どうもどうもとか言って、で、そこで打ち合わせが始まる。1時間なら1時間の打ち合わせ始まって、 で、終わると。よろしく、じゃあ、じゃあ、お願いしますね。とか言って、打ち合わせ終わると、また、えっ、ー、と、まあ、次の打ち合わせ場所に移動したりしますがね。で、その、次の打ち合わせ場所に移動するまでの、まあ、半分ぐらいの時間は、さっきの打ち合わせでああいうこと言ってたけど、あれは面白い発想だなとか、あれちょっと次の打ち合わせの時に出してみようかなとか、 しまったあれ言えばよかったなちょっとメッセージで送っとくかとかう考えてますわねである程度まで考えて次の打ち合わせ場所に近づいてくると何が起きるかというとえっと次の打ち合わせな何,何だったっけっけってまた思い出そうとしますねつまりこの打ち合わせの前に移動してる時っていうのは予習をしている感じがするんですよ予習打ち合わせのためのまあ予習をしていて何だっけあそうだあれ言おうと思ってたんだったとかって言って で予習した上で打ち合わせ本体がありますよね打ち合わせ本体が終わった後あああれ言っとけばよかったとかあれは面白かったなとか言って復習もしてますよねだから3回3回そのことについて考えてるというふうに言えそうなんですよでそんな当たり前じゃないかって思われるかもしれないけどズームでの打ち合わせは移動を伴わないのである打ち合わせを入れていて1時間だったら1時間って言って 1>, で1時間終わると、次の、じゃあどうもありがとうございましたって言って、切って、時間が来たからって言って、で次の URL をクリックして、で、打ち合わせの会場に入るので、えっと、予習も復習もしてないと。うーん、その、その打ち合わせの場でしか話してないから、 ここれれ結局頭ににに記憶ととしてこびりつきにくいいいいんじゃないかなかう,ふうにも思いますすねねそれが2点目です、ね、だからその環境とか状況にこびりついた情報がないだから引き出しというか引っかかりがないで忘れちゃうっていうのが1点とそれから予習復習みたいなものを無意識のうちに移動時間がある場合はそれをやってたのにそれをやってないってことが2点目かなと思いますね。 ここから考えると、Zoom、えー、の打ち合わせだけど、打ち合わせの内容を覚えておこうとするためには、あまあ、最低限、予習復習の時間を、まあ、なるべく前後に入れといた方がいいってことですね。で、1時間打ち合わせやったら、1時間空白の時間を置いといて、あの次の打ち合わせをすぐ入れないっていう、まあ、この空白の時間を何の時間ですかって言われたときに、それは予習復習の時間ですっていうことが、 成立するかどうかもう,うちのスタッフが納得してくれるかどうか会社の上司が納得してくれるかどうかはわかんないですけどそこが予習復習の時間であるっていう,うーんそれを入れておかないといけないもっと丁寧にやるなら、えー、打ち合わせをレコーディングしておいてそれで、えっと、終わった後そのもう一回それを1.5倍速ぐらいでパッとこう見るとかですねあのそれぐらいやればちゃんと覚えるでしょうね。 だから、ズームでの打ち合わせなんていうのはとても気楽なので、クリック何回かですぐ打ち合わせできるから、じゃんじゃん入れちゃおうとかってやると、逆に効率が悪くなるというか、記憶も悪いし、記憶に伴う発想も出てこなくなるし、あまりいいことではないのかもしれなくて、ズームだったとしても、移動時間を、うん、的なるものを想定して入れておかないと、まあ、少なくとも僕の頭はついていかないというかですね。 えー、こ,のこの余白の部分がないと移動時間という余,余白部分がないと,、うん、と詰め込めるからって言って1時間やったら次また1時間やってで次1時間でって言ってでもトイレ休憩いるでしょって言って50分にして10分休憩して50分にして10分休憩してとかあるいは1時間50分で切って10分トイレ休憩やって次また1時間50分の打ち合わせとか。 こうとっても効率的に見えてあんまりいいアイデア出てないのかもしれないなっていう気もしますね、まあ、それでなくても1時間の空き時間作ると大体メールチェックしたりとかして頭はもう違う方向に行っちゃってたりしますねその、えー、自分の目の前にパソコンがあるわけですからあとパソコンで Zoom、えー、で会議してたわけですからね終わったじゃあどうもお疲れ様でしたっつってズームを切った切って 次のズームの打ち合わせまでに1時間あるぞっって思った。それは何するか復習するかっていうと復習じゃなくてまあ椅子に座って快適にこうメールの返事なんか出せちゃうからメールの返事でも出そうかって言ってなんか23メールの返事出してる間におお次のズームの時間だとか言ってまた入るとこれはあの復習もできてないままにさらにこっちの予習もできてないままに入ってることになっちゃいますね。 なんかこのスマホ移動時間の場合はスマホでメールをチェックしたりするのでこれあのメールで返信出すのがめんどくさいんですね僕の場合はそのスマホであのこのフリック入力みたいなやつをでメールの返事を出そうとするとすっごいめんどくさいのでちょっと長そうだなって思うメールは家帰ってパソコン開いてから返事しようとかっていつもこう後回しにするんですね。 えの「要返信」っていうタグだけつけておいて全部後回しにしちゃうから移動中はあんまりだからメールの返信とか長いやつはしなくて済むのでむしろ電車の窓の外じじっと眺めたりしてるんですけれどもこれはあのとても風景を見たりとか文化的な時間を過ごしてるとかっていうことじゃなくて、えー、前の打ち合わせを思い出ししてたりするでしょうねそれから次移動した先での出会う人たちに対してどういうふうに入っていったらいいかなとかいうことを。 窓の外を眺めながら考えてるんだと思うんですこれが予習復習になっててスマホでの返信はそこそこにしちゃうわけですね画面ちっちゃいし老眼でもう文字見えないしフリック入力得意じゃないしねえだからもっとスマホが便利になって音声だったり表情だったりなんかもっと簡単に手軽にあの返信が出せるようになっちゃったらこれ移動時間もそれで埋め尽くされちゃうんで、えー、結局なんかこう えー、情報の予習復習ができないままに打ち合わせを繰り返していく生活になっちゃうかもしれないですね。ズームでやっってたににすごい近い近状態になっちゃうあとはもう場所の変化とか手触り感とか空間とか人のねその肌感のようなものでしかをあの記憶を呼び戻すことができないっていうその1個目の,あの方法しかなくなっちゃう。予習復習復いうこのの個目の方法が 移動しししてているのに消え失せてしまうってことこあるかもしれないですね。だからあんまりあの入力とか便利になりすぎてどこにでも別のことに没頭できるようなあのそんな仕組みになっちゃうと困るかもしれない。打ち合わせの前後ぐらいは打ち合わせのことを考えられた方が予習と復習が本体の前後にひっついてより記憶をこびりつかせることになるのかもしれないなというようなことを を感じたたりしましまねそんなこと考えたことなかったな普段考えたことなかったけど、うん、このコロナ禍においてオンラインでの打ち合わせがやたらと増えると、うん、そんなことまで考えるようになってしまうのかななんてことを今日は感じてましたどううもありがとうございました。